本です。今回の動画は運動の部分だけをしっかりやりたい人のための動画になります。説明も合わせてみたい人は説明の動画は概要欄の方に載せておくので、そちらを見るようにしてください。では早速やっていきましょう。ということでですね、今からこれのトレーニングをやっていきたいんですが、まずですね、足を少し開いてもらって、この状態でできるだけ体の力を抜いて、股関節、膝、足首の関節を全部曲げるイメージを持って、一気にしゃがむ。できれば手を地面につくぐらいまでしゃがんで、そしてスッと立つ。これが難しい人は前に椅子を置いて、椅子に手をついてやってもらっても構わないです。もちろん途中までしか行けない人はそれでも構わないですから、これをですね30秒2セットですね、今からいきましょう。このようにですね、手を地面について、そして立ち上がる、力を抜いてしゃがんでスッと立つですね。これを繰り返していきます。このように壁にもたれかかってやってもらっても構わないです。とにかく力を抜いて伸び縮みさせるというのをですね、やってください。はい、 OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね、同じようにいきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ次はですね、このように立ってもらって、この状態から足をできるだけ大きく前に出してください。この時ですね、上半身もこっちに残すんじゃなくて、上半身も前に出した方の足にですねぐっと乗せてください。後ろのかかとが上がっても構わないです。そして戻す。そして次反対ですね、同じように上半身も乗せる、そして戻す。これをですね30秒2セットですね、今からいきましょう。できるだけ足を前に出してですね、上半身も乗せてください。後ろのかかとがですね上がるぐらいですね、つま先立ちになるぐらいまで前にグッと踏み込んでください。大体の人は踏み込みがですね弱いんですよ。こんなんなってたりするんで、そうじゃなくてこうです。この感じで踏み込んでいきます。はい、 OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね、同じようにいきましょう。はい、じゃあ次はですね、足をできるだけ前に出してください。そしてつま先立ちですね、後ろはかかとを上げて立ってほしいんですが、この時にですねただこのように前に来るのではなくて、しゃがみながら足を大きく前に出してください。そしてこの状態からですね一気に地面を蹴るイメージでグッと伸びます。これで1です。そして戻して2ですね、このようにしゃがんで伸びる。これをですね30秒2セットやっていきたいと思います。では今からいきましょう。このようにしゃがんで伸びるですね、足を大きく開いてしゃがんで伸びる、これを繰り返していきます。もちろんここまでしんどい人はですね、このようにちょっと壁に手をついてもらって、こうやってこういう感じでやってもらっても構わないです。足が悪い人はですねちょっとやらないようにしとってください。はい、 OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね、同じようにいきましょう。足を大きく広げながらしゃがんで伸びる、これを意識してください。はい、OK です。はい、じゃあ次はですね、やってほしいことはですね、このようにですね、立ってもらって、少しですね、上半身の力を抜いてください。ちょっと前かがみになるぐらいで構わないです。そしてですね、腕をだらーんとさして、この状態からですね、腕を振りながら
体を少しこのように横にねじっていきます。これでですね30秒2セットですね。今からいきましょう。この時にですね手の力をもうできるだけ抜いてください。そして体もですねこのように回すイメージですね。このイメージで手の力を抜いて手も振っていきます。はい、OK です。はい、じゃあ次2セット目ですね。同じようにいきましょう。はい、じゃあ次はですね足を大きく前に出してしゃがみます。その時にですねこの前に出した方の足と反対の手とですね体をこのように内に回していきます。そしてここから立ち上がり、そして戻す。次はこのように反対ですね、反対に回して、そして立ち上がり、そして戻す。これを30秒2セットですね。今からいきましょう。これはですね別に速さはいらないですからね、ゆっくり確認するようにですねこのようにやってください。全身をですね一気に使っていく運動です。まずはですね全身を一気に使うという感覚をですね思い出していきましょう。はい、OK です。はい、では次2セット目ですね。同じようにいきましょう。なかなかやり慣れてない人はですね こんな風にとかですね足と手がこういう風に同時に出ちゃってごっちゃになったりすること多いと思いますけれども、そういうところですねなくしていく、そのためにですね体をしっかり使えるようにしていきましょう。はい、 OK です。はい、では今回の動画を参考にしてこれからの健康な体作りに役立てていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。